太鼓山は、丹後半島中央部にある山。京都府与佐国根町田坪と京丹後市八坂町の間に、また上がっている。標高は683メートルであり、丹後半島有数の高峰である。法歴13年から天保12年に編纂された丹歌府市による表記は、太鼓系山。京都府北部にある丹後半島のほぼ中央に位置する。 与佐郡伊根町と京丹後市の自治体境となっているが、両自治体と宮津市の自治体境にも近い。北に流れて、日本海に注ぐ川の源流域にあり、京丹後市や坂町、野中や八坂町、菅川などの山腹には深い谷が刻まれている。山頂の西側にはかつて丹山集落があったが、廃村となった。山域は、積雪量が多く、鹿がいが少ないため、 山野草の種類が多い。丹後半島の山山頂には丹後縦貫林道で容易に訪れることができる。山頂部は正規副地形を成しており、山頂には一等三角点がある。京丹後市にある三角点としては交流寺が竹に次ぐ高さである。山頂からは南方と西方の眺望が良いが、北方と東方は樹林によって視界が遮られる。 風車の5号機の場所には、あずまやがあり、権ン山や、船津山など、丹後半島の山々が一望できる。太古山風力発電所大古山の山頂付近には、太古山風力発電所の発電機が6機、設置されている。1997年12月に、第3回気候変動枠組、条約定約国会議で、京都議定書が採択されたのを機に、 京都府が建設して2001年11月に運転開始したものである。運転開始時点では約2300世帯分の消費電力に相当する年間約8500メガワットの発電が見込まれており、関西電力に売電して京都府企業局が利益を得る計画だった。山頂付近は風が強いことから風力発電所が設置されたが、 不安定な風力のために故障が頻発し、また落雷などにも悩まされている。2013年にはプロペラ落下事故が起こり、2014年以降は3機のみが稼働している。山頂周辺は丹後森林公園スイス村として観光開発がなされている。3機のリフトを持つ京都府最北端のスキー場、スイス村スキーリゾートがあり、初級60%。 中級30%、上級10%の7本のコースがある。標高差は152メートルであり、最大車度は35度である。風の学校京都、山の家、バンガロー、オートキャンプ場などの宿泊施設もあり、漁師体験、環境学習、太鼓山風力発電所見学、空打ち体験などのプログラムを実施している。ありがとうございます。